はい、こんばんは、スピンタージョーカーです。今回ですけど、まさにカンコレの聖地、神奈川県横浜市、京急線の横須賀中央駅近くにある主歩イラコにやってまいりました。こちらですね、一応撮影許可をいただきまして、店内の様子とですね、甘味処と食堂が備え付けられている、本当に主歩といった形の店内になっておりまして、様子を撮影してきましたのでお送りいたします。本当にですね、聖地で可愛い看護師さんたちがいっぱいです。本当にいいところです。はい、こちらまず店内入って正面にあるガラスケースですね。こちら、五光線に、天塚寺ちゃんとマヤさんの会にファニーナイチャ製のおそらくフィギュアが飾ってあって、こちらもですねすごいリアルで重厚感があって、本当にずっと眺めたい感じでしたね。木島さんに秋月さん、はい。で次が映画で大活躍のむっちゃんむずきちゃんの会にと金剛でーすと我らが一光線ですね。こちら本当にファニーナイチャ製さんのフィギュア本当におすすめですね。で、店内こんな感じのレジになっておりまして、T シャツですとかタオルが売られてありましたね。こんな感じでしたね。もう見るだけで本当に目の保養になるというか、本当にいいとこでしたね。でこちら、2つ目のショーケース、ちびきゅんキャラ、天竜さんたつさんで、これがですね本当ひな祭りっていう感じで、大和さんと武蔵さん、今度アーケードで大和さんが出てくるんで本当に楽しみですね。でこちらがあれですね、一番くじの大和さんと、春菜さん。大和さんの向きがね、あれがまた何とも言えない感じでしたが、ちびきゅんキャラ、かわいい三河寛太さん、あいつね、これはさざなみちゃん、来たこれがいますね、あと五光線さんがいて。でこちらゲームセンターにプラスでよく置いてあった、今後姉妹、紅茶が飲めそうです。でこちら、ネンドロイドがネンドロイドプチだと思うんですけどね、にこちらが、お鈴谷さんと熊野さん。鈴谷さんが会員になったそうで、本当にブラザボもやってみたいところ、はい。でこちら横須賀ということで、横須賀にちなんだ幹部さんたちですね。というわけで中に入ることができました。本当にねこれ編集してもう一回こうやって画面見てるだけでも本当に幸せな気持ちになりますね。これはのれんくぐったところなんですけども、加賀さん、我らが加賀さん、もう何回で見ます、これもう本当に持って帰りたいぐらいです、このポップですかね。はい、というわけで、まあ神所イラコ、午前中がイラコ神所で、午後から夕方がイラコ食堂っていう形になります。結構遅い時間になってでも回転してるみたいなのでおすすめですね。本当にタイミングが合えば、予約が優先されるんですけども、予約なくても入れるタイミングあるということで本当にいいところでしたね。はい、こんな感じで予約しなくても外観を撮ることができますね。はい、主歩イラコということでいろんなカムさんが映ってます。本当にね外観見るだけでもおすすめですね。はい、というわけで店内ですね、上見ていただくと分かるかと思うんですが、この母球ヒレ子持ち異球、すごい気になりませんかこれはい、というわけでこれは神所仕様なんですかね。はい、こんな感じの店内で座敷もありますね。いろんなフィギュアも飾ってあって、はい、すごいこちらもね癒される店内になってるんですね。結構自分行った時は土曜日だったんですけど割と空いてましたね。はい、こちら金剛さんのティータイムセット、注文しました。紅茶とスコーン2個ということで硬いのかなってイメージだったんですけど、全然もうほかほかで柔らかかったんですよ。味もしっかりしてて、本当にねジャムとかクリームとか蜂蜜とかついてて、本当にほかほかのスコーンの宝石箱やーっていう感じでした。はい、下手くそですけどね。本当にお値段ちょっと張るんですけど、その値段払ってもあり余るぐらいの味でした。紅茶ももちろん本当に美味しくいただいて大満足でしたね。こちらですね、タオルがかかってると思うんですけども、こちらが主歩イラコ限定で月に何枚か発表されてるみたいで、限定なのでぜひ好きな幹部さんがいたら本当にゲットした方が、早めにゲットした方がいいと思うんですね。でこちらが模型が並んでて、これも素敵なんですね。本当に
ショーケースなのでちょっと映りが悪くて本当に申し訳ないんですけども、こういったディスプレイもね本当に気が心遣いがすごいですね。ちょっと噛みましたけど、はい、この中でこの下が模型ですね。はい、戦艦、軽巡、重巡などの、模型が飾られてます。本当にねこれ見るだけで勉強になりますね。うん、っていうだけで本当に手法がいくらなんだっつったって本当に、ね、無知の自分なんですけども、ちょっと黙ってましょうかね本当に。はい、これがまた素敵、加賀さん映ったらちょっとテンション上がりますけど、赤いですよ。はい、防空母艦やっぱり大きめですよね、甲板が広めで。続いて隣にあるのが大井さんで、その横ですね、はい、祝、生まれ変わった加賀さん護衛艦がね、収益されました。こちら元の、加賀さんですね。本当にエレベーターもあって、はい、艦載機も並んでおりまして、本当にねいいですよねこれね。ぜひ皆さん行ってみてください、はい、もう見るだけで幸せ。本当に、ね、家がね自分の自宅からそんな遠くなかったんで本当にそれが幸せでした。はい、このような形の店内で、はい、ショーケースがねいっぱいあったので、でこちら、非売品とは書いてありますけど、最後セーラー服が飾ってありましたね、といった感じでした。続いてですね、グッズを買ったので開封していきます。まずはグッズ紹介の方していきたいと思います。まずですね、金剛さんのティータイムセットを、頼んだので紙ナプキンが、ついてきました。こちらですね、シホイラコという、こちらがイラコさんになります。はい、素敵な方ですね。まあ店内なんですけども、紙どころイラコさんのウェイトレスさん、こういう同じ格好をしてまして本当に素敵でしたね。店内の雰囲気、まあ、基本的に女性スタッフがいらっしゃったので結構女性の方もいらしましたし、いらしてましたし、女性の方も、おすすめの店舗さんでしたね。続いてじゃ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 ーん、たまに置いた加賀さんのマフラータオル変えたんですよこれ。加賀さんの方開けましょうかね。じゃんじゃん、加賀さん、これシホイラコって書いてあって、こんな感じ。まああれですよ、店内紹介の時にもありましたけど、こんな感じですね。ハンドタオルみたいな素材になってまして、ここ結構模様がジグザグになってるのが、特徴的ですね。こんな感じです。はい、手の長さが半分になってるので、まあ手2本分ぐらいの長さがあります。こちらマフラータオルですね。はい、で最後こちらがですね、大きいタオルなんですけど、結局買うつもりなかったんです、買っちゃいました。横須賀艦艇バスタオルということで、はい、皆さんに問題です。ですね、横須賀海軍交渉で、作られた艦隊ご存知でしょうか。って言ってもね、動画内で紹介しちゃったらなんとも言えないですけど、こんな感じになります。じゃ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 ん、山城さん、妙高さんで高尾さん、天竜さんで、その上こちらが比叡さん、ムッツさんに、こちら龍鳳さんですね。結構ですね、海装も含めると、たくさんの、艦艇がこちら横須賀海軍交渉から世に出ているということでですね、こちらですね普通のバスタオル素材になっていて、すごいふわふわなので、使えるかと思います。まあ自分はね使う勇気がないので取っておこうと思うんですが、といった形になりました。はい、ですね、まあ店内の雰囲気ももちろん良かったですし、メニューもどんどん更新されていって、グッズも更新されていくので、ぜひ本当におすすめの店舗さんになりますね。はい、もし、興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ行ってみたらいかがかなと思っております。アディオス。